Amazon で購入したハンドル型コントローラー、ハンコンかな、通称を紹介していきます。あ、始めたんだ。やっぱ走ってんの、勝手に動いてるどういうこと、ここからじゃない。あ、いや、ハンドルが曲がっちゃうな。いや、フラフラする。もうちょっと硬くしなきゃダメか。それでも影が見える。なあ。なあ。走れねえ。難しい。ハンドル。デフォルトゴーストだ。え、ハンドルが柔らかい。さっきの自分なのかな。いや、難しいね、やっぱり。なんでこんなフラフラすんだ、直線で。直線でフラフラして走るのはいいの。直線でフラフラしちゃって走れないよ、気になって。まあ、慣れてないからかな。そうじゃない。だって V ラリーもそうじゃん。コースアウトとか言える。え、今コースアウトしたの。あ、どっかで、こっからか。いや、すごい曲がるな。うん、ちょっと動かしたらめっちゃ曲がっちゃう。なんか固くした方がいいのこれ、なんか設定。うわ、すごい曲がる。Vラリー。いや、なんか設定で変えられるって言ってたもんね。インコースに入っちゃうね、ものすごい。入らないとき入らないのか。直線が走りにくいと思うんだけど。ほら。あそこコースアウトしちゃいけないっていうのは、いつになったらラップ強制でいいの。いやー、なんかどうかちょっと設定変えた方がいいかな。どうやって変えるの設定。なんかちょっとやめといた方がいいな。ちょっとやめといた方がいい。どうやって変えるの。やめんの、どうしたの。